コナー・ロバーツは、ウェールズ・ニース出身の同国代表プロサッカー選手。スウォンジー・シティ・ AFC 所属。ポジションは DF。スウォンジー・シティ・ AFC のアカデミーで育成され、2014から15シーズンよりトップチームに昇格。2015年8月、期限付き籍先のヨービールタウン FC でプロデビューを果たした。2016年8月、 リーグ1のブリストルローバーズ FC に6ヶ月の契約で期限付き移籍。2017年7月、チャンピオンシップのミドルズブラ FC に1、シーズン期限付き移籍。しかし、出場機会を得られなかったため、1月に契約を打ち切り、スウォンジーに復帰した。2018年1月6日、FA カップ3回戦のウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC 戦で、 念願のトップチームデビューを果たした。9月29日のクイーンズパーク、レンジャーズ FC 戦でプロ初ゴールをマーク。U-19 年代からウェールズ代表に選出されている。2016年3月には UEFAU-21 欧州選手権2017の予選に出場した。2018年3月15日にフル代表に初招集され、 同月開催のウルグアイ代表戦でフル代表デビューを果たした。9月6日 UEFA ネーションズリーグのアイルランド代表戦で代表初ゴールを決めた。2021年 UEFA ユーロ2020グループリーグ第2戦トルコ戦では1ゴールを決めて大会初勝利に貢献した。ありがとうございます。